さあ、根尾がベンチから見つめる中、最後はドラゴンズは藤島に託して、ジャイアンツは7番の丸から始まる攻撃です。今日は先制のタイムリーを打っていますが、ただここは大きな縦の変化スプリットが決まりました。初球ストライク、右中間方向、ここまで伸びるか、ライト掴みました。最後は藤島を抑えて試合終了。逆転勝利でこのカードの東京ドームでの最後の戦いを制しました。